レッツエンジョージ・アボさあ今日も撮っていきたいと思いますねこの YouTube そろばんチャンネルでは皆様のおかげで YouTube 側から CM 広告をつけてもらっておりますたまっ金額に関してはですねこのような仮想通貨の方に交換しております今この画面に出てるイーサリアムとですねあとは XRP リップルあとはサンドボックスのゲーム内で使えるサンドとこの3種類に今交換を進めておりますなぜ仮想通貨に変えてるかというとですね年内メタバースプラットフォーム上でですね計算大会を開いて えー、賞金に仮想通貨商品に NFT なんかを出していきたいと思っております、えー、そろばんの先生もですね、えー、最新のブロックチェーン技術、えー、そういうところに挑戦する先生がいてもいいのかなというふうに思って、えー、課外に挑戦しております是非、えー、そんな考えに賛同していただける方はチャンネル登録よろしくお願いしますはいありがとうございます、えー、それではやっていきたいと思いますね取材会にも巻き起こる大塚家具問題ただ生徒にとってはメリット大というテーマでお話していきたいと思います まあ、今回の話は当然、手段階に限らずだとは思うんですけどね、えー、ちょっと前に、えー、大塚家具さんのです、ねえーまあ、問,題問題なのか、問題、メリット、えー、前向きな問題なのか、後ろ向きなも問題なのかあの、なんとも言えないところではあるんですけど、えー、お家騒動というか、えー、お父様と、えー、娘さんが、えー、それぞれ、こう、まあ、 考え方、考え方の不一致で、えー、会社を二分したと。あのー、で、お父様の方が今、匠、匠大塚ですかね。で、実際、娘さんの方で大塚家具というのをそのまま本流を引き継いだんですけど、えー、山田電機さん、えー、と合併したと、えー、いうような感じなんですけど、えー、まあ、主団会で、えー、今の大塚家具の例で言うとですね、その、 さっきも冒頭に、手段階だけの話ではないんですけど、全体的な世の中の流れだとは思うんですけどね、こう、これだけ時代の変化が早いとですね、昔ながら、例えば手段階に置き換えて話しますけども、昔ながらの、やっぱりソロ版というのは対面の授業なんだと、しっかりリアルな教室で自分の目で見て、ちゃんと運詞を確認して、 えー、さらに、えー、いろんな多学年の生徒がいる中で、えー、そういうのを勉強になるし、あとはやっぱりリアルな教室でやることによって、集中力というものが養われるんだよ、えー、という、えー、考えの先生もいればですね、えー、あとはまあ、あのー、今風というかですね、最新の、あのー、タブレットであったり、オンライン学習なんだと、これからの時代は、えー、タブレットやオンライン学習で、えー 送迎の手間を省くなおかつ、えー、ご自宅で、えー、コロナ禍みたいな、えー、そういうようなリスクに対してご自宅で勉強ができますと、えー、そういう部分ですよねやっぱりこう時代の流れによっていろいろとこう流れが、えー、変わってくるわけなんですけどもまあえー、匠大塚の部分 匠大塚さんみたいな考え方もう古き良きものを、えー、いいものをという考え方というのはもうリアル教室でしっかりしっかり教えていくという えー、考えがそうなのかな、で、えー、逆にタブレットやオンライン学習にして、ある程度値段を、えー、抑えて、ですねあのー、間口を広げていくという戦略に関しては、えー、どちらかというと、えー、今ふ新しい時代に対応する経営のやり方、学習の、そろばん学習のやり方、えー、この2つが、そろばん業界にも、あのー、そんな大きな2つの流れが出てきていると思います。 でこれに関しては、もうゴリ先生はどっちが残るかとかですね、どっちがいいとか、えー、そういう話をするつもりではないんですけども、あの、何でしょうね、これはもう全体的、さっきも何度も言ってますけど、どうしても時代の流れ、えー、コロナが発生したりとか、えー、少子化であったりとか、えー、大手の資本が参入してくるであるとか、えー、そういうようないろんな、あの、 流れがあって、しょうがない、しょうがないことだと思いますし、えー 選択の自由が、生徒にとっては選択の自由が増えるわけですよね。今までリアルな教室しかなかったものがオンラインやタブレットでもできる、さらにさっき大手の資本が入ってきたなんて言いますけど、この前の動画でですね、あのベネスさんがそろばん業界に参入していただいたとで。要は大手の資本が入ったりとか選択肢が増えるということは、生徒にとっては非常にメリットが大きいんですよね。その何度も言いいいますけどどっちがいいとかどれを 選択しててくださいとかってゴリ先生は言うつもりは全くないんですけどただただ、えー、生徒の立場で考えると非常にメリットが大きいことなんで、えー、こういうような、あのー、いろんなこうごちゃ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 ,ごちゃ、えー、業界が、えー、わ,ちゃわちゃわちゃわちゃかき混ぜられるのはです、ね、非常にゴリ先生は業界の。あのー 発展にはいいと思うんです、ね。一昔前、あの、石戸の社長に波風立てるなって怒られたことがあるんですけど、あの、波風立てた方が絶対ゴリ先生はいいと思うんです業界全体にとってはですよ。石戸の社長にとっては嫌かもわかりませんけど、あの、そうすることによって非常に、まあ、あの、かき混ぜられることによって新しい波も起こるでしょうしね。で、ただ、まあ、あのー、 大塚,えー、大塚家具の社長もそうですし一度の社長もそうなんですけど女性なんですね女性社長のゴリ先生が思ってて、えーまあ、自分にはないすごく、えー、クールな判断、えーまあ、ゴリ先生の場合だん男性社長っていうわけではないんですけどゴリ先生はですね変なこう、えー、プライドがあって例えば例えばなんかこう一度。 そろばん教室を、えー、立ち上げられたら、なんとか意地でもこう、えー、やり通そうみたいな、あのー、昔、ゴリ先生が人材派遣の雇われ社長をやってたときに、えー、そこのオーナーがですね、あのー、ものすごい金額で買収の提案があったんですよね、えー、ある大手の人材関係のビジネスをやってるところに。もう間違いなく あのお金を優先するんであれば、その買収提案って乗るべき話だったと思うんですけど、蹴ったんですよ、蹴ったんです、まあ、それは当然、プライドもあるでしょうし、あとは同業で、こう。 戦ってきた。で、そんなライバル企業に会社を渡すなんてという、やっぱりこう、変なこうプライドがあるんですけど、大塚家具の社長とかって、ものすごくクールなんですよね。判断がめちゃくちゃクールなんですよ。で、そこでこう、ヤマダ機ンの、あのー、まあ、買収という、えー、契約を結んだあの。あのあたりのスピード感であるとか、判断力であるとか、あのクールな決断力って、やはり、 えー、女性社長のメリットかななんていうふうには思っておりますので、あのー、本当にこういろんな、えー、選択肢が増える、えー、その選択肢が増えたり、えー、大きな指紋が参入する、これに関してはですね、まあ、 僕らみたいな、ゴリ先生たちみたいな、そろばん教室を経営してる側、経営してる側に関してはですね、ちょっとしんどい話なのかもわかりません、やっぱり。あのー、時代の先も見えなくなりますしね、確かに、あのー、経営側にとってはですね、しんどいのかなと思っちゃいがちですけども、 ただ、その荒波に、こう、うわーって、こう、揉まれるのもですね、楽しみながら、やっぱり、K ってしてた方がいいと思うんですよね。<laughs> はい。まあ、あの、これはゴリ先生だけかもわからないんで、あのー、そんなところです。ですから、あのー、やっぱり、いい刺激策、あのー、この前も、えー、ベネスターの導入の、えー、参入の話もしましたけど、えー、れから非常に、あのー、時代はものすごい速さで動いてますからね、全然、ゴリ先生も予想ができない、えー、未来になっていくと思いますので、そこら